チャーリー・ウォーターズはフロリダ州マイアミ出身のアメリカンフットボール選手。NFL のダラスカウ・ボーイズで1970年から1981年までプレーした。ポジションはセーフティ・コーナーバック。高校時代はクォーターバックを務めた。クレムゾン大学に進学した彼は3年時の1968年に先発 QB 争いを行い。 相手選手が練習で膝を故障したことから勝利した。開幕からチームは0勝3敗1分の成績となり、ライバルが故障から復帰すると QB からスプリットエンドにコンバートされた。4年時の1969年には、ワイドレシーバーとして68回のレシーブで1196ヤードを獲得4タッチダウンを挙げて、アトランティックコーストカンファレンスのオールチームに選ばれた。 1981年にクレムゾン大学の殿堂入りを果たした。1970年の NFL ドラフト三順でダラスカウボーイズに指名された。プロ入り後、ディフェンシブバックにコンバートされた彼は1年目の1970年をフリーセーフティクリフハリスの控えとなった。ハリスが兵役のため欠場したことから6試合に先発出場5インターセプトを挙げて、 NFL オールルーキーチームに選ばれた。この年チームは第5回スーパーボールに出場したが敗れた。2年目の1971年、コーナーバックにコンバートされた。スピードがそれほどなかった。彼はワシントン・レッドスキンズのチャーリー・テイラーなどにやられまくり、トム・ランドリーヘッドコーチにお前のせいで負けたと言われたこともある。 1975年シーズン前にコーネルグリーンが引退するとストロングセーフティにコンバートされてこの年3インターセプト1トッチダウンを挙げたチームは第10回スーパーボールに出場したがピッツバーグスティーラーズに敗れたチームメイトのクリフ・ハリスとのタンデムは同時代屈指のコンビとして相手チームに恐れられたオールプロに2回プロボールに3回選ばれた この年のセントルイスラムズとのプレイオフでは1、インターセプト及びパントブロックを2回決めた。1977年のディビジョナルプレイオフ、シカゴベアーズ戦では3、インターセプトを挙げた。NFC チャンピオンシップゲームでのラムズ戦では2、インターセプト、1、ファンブルリカバーを挙げて28から0の勝利に貢献した。1979年は怪我のため全球したが、 1980年に復帰すると5インターセプトを挙げた。1981年も3インターセプトを挙げて NFC チャンピオンシップゲームでサンフランシスコーティナイナーズに敗れた試合を最後に現役を引退した。ーティナイナーズが28から27で勝利したドワイト・クラークのザ・キャッチと呼ばれるプレーで彼はタイトエンドをマークしていた。キャリアで カウボーイズ歴第3位となる41インターセプトを上げている。またプレーオフ25試合に出場し、NFL 大記録となる9インターセプトを上げている。連続した2試合でパントブロックを4回成功したことがある。プレースキックではホールダーを務めた。スーパーボールには第5回、第6回、第10回、第12回、第13回と出場し、第6回と 第12回の2度優勝している。カウボーイズのシルバーアニバーサリーチームに選ばれている。現役引退後は CBS スポーツの解説者となり、その後デンバーブロンコスのアシスタントコーチを7シーズン務め、1989年には第24回スーパーボールに出場、1993年、1994年にはウェド・フィリップスヘッドコーチの下で、 ディフェンスコーディネーターを務めた。1995年には、オレゴン大学のディフェンスコーチを務め、チームはコットンボールに出場した。2001年にプロフットボール伝動候補にノミネートされた。2006年にベーブ・ローフェンバーグに代わって、カウボーイズ・ラジオネットワークのラジオ解説者に起用された。2007年2月、多忙理由に一シーズンで解説者を辞任することを、 発表した、ありがとうございます。